待望であったポケットモンスターダイヤモンドパールのリメイクに加え、ポケモンの伝説に迫る歴史をピックアップしたレジェンズというシリーズが発表されました。新たに任天堂スイッチと舞台を変えて、過去の世代では表現できなかったより新大地方らしい世界観が繰り広げられていくことが予想されます。今回はその中で任天堂 DS 時代に残った謎について話していきましょう。オンジャス、どうもサオでございます。いや皆さん、ダイパー発表されましたね。いやまだわかんないだろ。すいません、25日にこちら収録しておりますので、もう出たんじゃないかっていう設定で話させていただきました。はい、でですね、本日はダイヤモンドパールといえどまだ謎は残っている、伏線が回収されていない部分が残っているので、そちらを追うように見ていきましょう。ポケットモンスターダイヤモンドパールは、究極のポケモンをキャッチフレーズに発売されたタイトルです。究極のポケモンは名ばかりではなく、ゲームボーイアドバンスから任天堂 DS へ冒険の舞台を変えることによって、ポケモンウォッチや地下通路 GTS など様々な機能が追加されていきました。そしてそれは機能だけではなく、ストーリーも壮大なものへと進化させることに成功しています。ロムの容量が上がったことによって表現できることが多くなったっていうイメージです。今回深掘っていくのは、その広大なストーリーやデータの中でも回収されなかったところです。発表後の世界戦なんですけど、補足です。ダイパーリメイクがって言ってるんですけど、レジェンズとブリブリダイヤモンドとシャイニングパール、これ2つ合わせてリメイクだと思って聞いてください。発表後の意見については、下で注釈で出しておきますので、ぜひともテロップもご覧ください。森の洋館の犯人。森の洋館は新大地方にある白帯の森の奥にある洋館。この洋館には幽霊が出る、そんな噂があり、ポケモンシリーズを楽しんでいる子供を眠れなくさせたとかさせていないとか、主がいなくなって荒れ果てた洋館には人影を見たという噂が広がっていきます。洋館には謎のメッセージがあったり、絵画がこっちを見ていたり、ゴーストポケモンがめちゃめちゃいたり、テレビの中にロトムというポケモンがいたり、その中でも最も不気味な点は本当に幽霊が存在するということ。実際にこの洋館では凄惨な事件があったのではないかと考えられています。公式の見解によると、その昔おじいさんと孫の少女が仲良く暮らしていた。ある日少女がポケモンを追いかけて森の洋館に入ってしまい、帰ってこなくなってしまった。おじいさんは孫を心配して一人で探しに行ったんだけど、おじいさんも姿を消してしまうの。それからしばらく経って森の洋館近くで人影が見られるようになった。しかし先ほどのメモのようなものには、あんな得体の知れない何々に何々を持っていかれるとは、洋館の中で何かが起こったという示唆もあります。そして犯人説が出ているナタネなんですが、ナタネは森の洋館に姿を現して、それが犯人なんじゃないかという説もあるんですが、公式によると、ジムリーダーとして廃墟の施設をパトロールしに来ているんだそうです。さらに言うと、幽霊が大の苦手なので中には入れないということらしいです。真相は闇の中。こちらが何らかのストーリーが追加はあるんじゃないかなって思います、リメイクで。犯人が誰かみたいな決定的なところは追加されないと思いますね。ミカルゲの真の姿。ミカルゲの図鑑説明によると、108個の魂が集まりポケモンになったが、小悪の魂が混じってしまったらしい。善悪の魂が混じって生まれたポケモンです。108個は煩悩の数って以前の動画で言いました。こちら時系列で表すと、魂が集まってポケモンになったんですが、悪い魂が混じり悪さばかりするポケモンになってしまいました。そこに現れた旅人、この旅人が不思議な術を使ったんだそうです。それが何なのか知りません。ミカルゲを特級呪物だと感じた旅人は、これを要石につなぎ止めましたというところで、今のミカルゲが誕生しています。つまり要石がない状態のミカルゲの真の姿が存在するということになります。こちらがリメイクで出てきてもおかしくないのかなみたいなところです。
そして我の声を届けようですね、8世代の冠の雪原でもミカルゲのね、謎の破壊師、そして謎のメッセージが、残されていました。これもまあもしかしたら明かされるのかもしれませんね。あのメッセージこういうことだったのかみたいな。赤城のその後、彼の目的は新世界の神になることでした。その新世界の神になるキーとして時間と空間の二重螺旋構造、こちらに目を向けました。この世界を形作るのは時間と空間の二重螺旋、そして神王に奉られるのは時間と空間のポケモン。神王の神はその真実を知るべきか、こんなことを話しています。結局のところプラチナでは敗れた世界で彼と主人公は対峙します。そして敗れた世界クリア後に彼の姿を見ることはなくなります。なのでその後赤城がどうなったのか、その経緯が不明というところです。そして赤城に関してはいろいろな話があるんですけれども、まず渚シティ出身なので渚シティには一切攻撃を加えていなかったっていうところですね。これも結構有名な話なんですけれども、そして使用ポケモンも夏季進化による進化のポケモンが多かったため、彼は心というものを否定していたんですけれども、結局のところ彼の本心の中にはポケモンとの心や絆というものがあった結果、主人公に計画を止められてしまった、そんな悪の組織のリーダーありがちな欠点みたいなところもあったりします。そして彼が注目していたこの DNA っていうものも XY で DNA についてピックアップされるんですけれども、メガ進化はポケモンと人間との絆によるものでした。赤城っていうのは子供の頃機械と戯れてばかりな、まあなんか電気オタクみたいな人だったんですよね。そしてそんな彼が少年時代に見つけたと噂されているのがロトムというポケモンでした。でロトムは機械とつながって新たなフォルムチェンジをするポケモンです。この話話すと長くなってしまうんで、まあ今度動画にしようかなと思うんですけれども、まあロトムについても関連性があるような人物なんですよね。なので赤城にはいろいろと謎が残っています。天界の笛、こちらは第4世代では最も最大の謎と言ってもいいんじゃないかっていうぐらいの謎のアイテムです。神王地方に存在する遺跡天眼山の上ですね、槍の柱にはですね、入り口に笛の絵が描かれている床があります。この床の上で天界の笛を吹くと光の階段が現れて、その階段を登ると始まりの間という場所に行くことができます。非常にワザップみたいな話かと思うんですけれども、これ実際にあります。しかし皆さん行ったことないと思います、改造でもしない限り。これなんでなんでしょうかっていう話で、これはボツアイテムだったからですね。そしてそのアイテムにまつわるボツイベントも存在しているっていう話です。アルテウスのイベントに関してはこの後に出たハートゴールドソウルシルバー新都遺跡のイベントで描かれています。なのでこの神王に限ったアルセウスのイベントっていうものは没にされてしまっているんですね。ダイパリメイクの際にはアルセウスの神王版のイベントが実装されるんじゃないか。そして最後の謎、ヒードランは純伝説なのか。はい、というわけでございました。まあダイパリメイク発表されてるかわかんないんですけれども、まあこういうところを考えていくと結構ワクワクしますよねっていう話です。で今回はなんかでかいところをね、紹介したので、まあこんな謎も残ってたよっていうのがあったらぜひともコメント欄に書いてください。それでは今回、チャンネル登録をしますとですね、あなたの夢にダークライが登場する確率が 3% 上がります。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。